的の黒ボシブルズ・アイ、1918エディ・ポーロは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、映画プロデューサーである。本名エドワード・ダブリューワイマン、1875年2月1日、カリフォルニア州サンフランシスコに生まれる。3歳上の兄は後に俳優となるサム・ポーロである。時期は不明であるが、アリス・フィンチと結婚し、1九百三年七月十六日、 娘で、後の女優のマルビナ・ポーロが生まれている。時期、生死の別は不明であるが、妻アリスと離別し、1908年3月2日、パール・グラントと再婚する。1913年、ユニバーサル・フィルム・マニファクチャー・リング・カンパニーに入社、同年9月7日に公開されたロイス・ウェバーが監督、脚本、主演した短編映画ザ・ライト・ウーマンに助演したのが、 映画界での最初の出演記録である。1915年、監督フランシス・フォード、脚本グレス、キュナードのコンビが主演するシリアルフィルム、メイキンに、ロロー役で出演。同作は日本でも公開されて、人気を博し、翌1916年に制作されたシリアルリバティは、マリー・ウォール・キャンプが主演であり、ポーロの役名は、ペドロであったが、メイキンでの役名から取った、快感。 ロローの代で日本では公開された。他にもハリー・ケリー主演のグラフとフォード・キュナード主演の獣魂あるいは灰色の幽霊。1917年には自らが主演した的の黒星、曲馬団のおとりとシリアルフィルムに多く出演している。同社司会者のブルーバード映画でもルパート・ジュリアン監督主演の山の喪失に出演。これも 日本でも公開された。1919年からは、主人公サイクロン・スミスを演じる主演短編シリーズに出演を始め、1921年までシリーズは続いた。1920年、プロデューサー業、監督業に進出、自らが主演したシリアル、小ユる探検を取る。1923年10月、妻パールと離婚する。 1927年からはドイツに移住し、ドイツ映画に主演し始め、1932年まで続く。1940年以降、ハリウッドに戻って、トーキーに出演し始めるが、ほとんどがノンクレジットの脇役、派役であった。1943年に公開された、嘘つきお嬢さんにノンクレジットで出演したのを最後に映画界を引退する。 1961年6月14日、カリフォルニア州ロサンゼルス市ハリウッドのレストランで心臓発作により死去した。満86歳没。同市内、ノースハリウッドにあるバルハラメモリアルパーク墓地に眠る。特筆以外すべて出演作である。ありがとうございます。